が福岡を中心に九州の魅力を発信するナッセチャンネル。福岡、熊本、北九州の地域情報を取材して30年、地元編集部ならではのリアルな体験取材を通して地域の注目スポットを動画でお伝えしていきます。さて、本日ナッセ取材班が伺ったのは、福岡県水巻町に2022年3月にドーンとオープンしたイチョウの湯。天然かけ流し温泉とフィットネスの融合施設やリラクゼーション、美味しい料理など一日中たっぷり楽しめる話題のスポットです。180台収容の広い大型駐車場完備なので、北九州市からも福岡市からも車で来てプチトリップ気分を楽しむことができますね。それでは癒されに行ってきます。まるで温泉宿を訪れたかのような入り口に期待度が高まりますね。まずは発券機で入湯券を購入、受付を済ませ、いよいよ楽しみの温泉です。のれんをくぐった先には、店名のイチョウの湯の名の通りイチョウのオブジェが出迎えてくれます。イチョウはここ水巻町のシンボルの木だそう。オブジェは館内の随所にあるので探すのも楽しみの一つです。何はともあれお風呂を堪能していきます。イチョウの湯の天然温泉は深さ 1200m から湧き出す源泉 51.6 度の天然かけ流し温泉です。ナトリウム、カルシウムを多く含んでいて湯冷めしにくい塩化物泉が楽しめるんです。効果効能は保湿、血行促進、ホルモンの働きの促進。女子力高まりそうですね。イチョウの湯はとにかく温泉の種類が多いのが特徴。まずは空を眺めながら温泉に入れる露天から、ゆったり足を伸ばせる露天風呂。心も体も癒される。隣にはイベント風呂があり、イベント時はお風呂の香りや色が変わったりするそう。次にマグカップみたいな壺湯。なんだか温泉を個室感覚で楽しめる気分。続きまして、寝てしまいそうに気持ちいい寝湯。ついついうとうと。そして水風呂でクールダウン。冷たい、でも気持ちいい。さらに足つぼロードも、痛い、でも気持ちいい、癖になっちゃいます。続いては中に入り内湯へ。大浴場は清潔感があって広い。おすすめは長寿の湯。なんと懸垂や腕立てなど温泉の中なので楽に5種類の健康運動ができちゃいます。1、2、1、2、腕立ても楽々。温泉で身も心もほぐれた後はサウナへ。話題の老流サウナが体験できます。体の中から老廃物が出ていきます。ミストサウナや塩サウナもあり、冷水風呂にも入り、多活した後は、はい、整いました。整う。そしてイチョウの湯で大人気なのが家族風呂。贅沢なプライベート空間、ゆったりサイズのお風呂に大満足です。お風呂で体を温めたら次は岩盤浴。体の芯から温まりましょう。中に入ってびっくり、6種類も岩盤浴があり感動。ヒマラヤ岩塩やトルマリン石など多彩。じんわりと温まって体全体が心地いい。いろいろな種類の岩盤浴を満喫して、休憩室のヨギ棒でゆっくり漫画を読みながらくつろぐのは至福のひととき。温泉と岩盤浴でしっかり体を温めた後は館内のほぐしどころ U のボディケアでリフレッシュへ。体のことを知り尽くしたプロによるボディケア。癒しの効果とツボの刺激、ストレッチで心身がリラックス。気持ちいい強さで全身をほぐされると
疲れやストレスから解放されますね。さらに本場韓国式の赤すりも体験。体の隅々までピカピカに。わー、わー、赤がこんなに。さまざまなメニューがあるので、自分に合った施術を選んで日頃の疲れを癒しましょう。温泉やボディケアを存分に堪能したら、最後に館内のお肉とそば、安らぎどころ友禅の美味しい料理で胃袋を満足させましょう。友禅は福岡や小倉の名店、しゃぶ禅がプロデュースしているだけあって、料理の味はお墨付きですね。人気メニューを実食。まずはすき焼き御膳、1680円。上質のお肉を特製の割り下で味わえます。卵でお肉を、とろろでお肉を、最後は残った具材ですき焼き丼に。何通りも美味しいすき焼き御膳でした。次に牛麺体重、1580円。補充の上にはお肉と明太子が1本も、さらにお蕎麦もついて、コスパ最高。明太とお肉を一緒に味わって、温泉卵を蕎麦つゆに入れて蕎麦を味わって、自由に味変して楽しめる牛麺体重でした。最後は友禅、3500円。お造りや天ぷら、玉手箱、牛めし、温泉プリンが入った贅沢御膳。特に玉手箱の中にはなんと20種類以上もおかずが。これは玉手箱を改め贅沢の極み箱と呼んでもおかしくない大満足の御膳でした。湯上がり一杯セットからおそば、定食、豪華御膳まで、豊富なメニューの中から好きな料理を楽しんでみてください。締めは隣接する四つ葉ジェラートの手作り自家製デザートでプチトリップ終了。最後に胃腸の湯の加藤マネージャーにお話をお伺いしました。胃腸の湯の特徴をお聞きしました。まず一番はですね、温泉が源泉が 51.6 度と非常にこう高温で、温泉地に行かないと入れないような温泉が出まして、そちらを近隣の方々に手軽に使っていただけるということで、やっぱりこの辺にはないすごい高温のいいお湯が出ております。それともう一つが、水巻町の健康づくりをということで、他にはない健康の仕掛けを作ったお風呂を準備しております。それから最後にスポーツクラブですけれども、最先端のAI トレーニングマシンを入れまして、その方に合った自動センシングで重りや椅子の高さなどが設定される機械を入れております。福岡の方にどんな風に利用してほしいなどの思いもお伺いしました。会員になっていただいて、月々の月額料金で温泉とスポーツクラブが楽しめるものもありますし、また福岡と北九州の中間地点ということで日帰りで入っていただくこともできますので、ぜひ福岡の方は北九州に遊びに来ていただいたり、北九州の方も福岡に遊びに行くついでにですね、寄っていただければと思っております。近場でお手軽に温泉地に行ったかのような気分を味わえるので、ぜひ一度体験してほしいと話す加藤マネージャーでした。今回取材させていただいたのは胃腸の湯。一日中全部の施設を体験してみて、まさに健康と癒しのために作られた施設と身をもって感じました。何より最新施設を他にはないお手軽な価格で体験できるのがいいですね。毎日通うもよし、日帰りプチトリップ気分で一日中満喫に行くのもよし。料金一覧や各施設のキャンペーン情報は概要欄からご覧ください。温泉がとにかく気持ちいい、施設も充実しているので欲張り女子にぴったり。福岡県水巻町、胃腸の湯に行くと元気が出ること間違いなし。ぜひ行ってみてくださいね。